えー、ゴールド TV です、えー。本日もお付き合いいただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。えー、進行は私、ゴールド TV の小針です。よろしくお願いいたします。えー、本日は藤富証券投資助言サービスとゴールド TV とのコロバ企画をお届けしたいというふうに思,思っております、えー。コメンテーターは藤富証券投資助言事業部テクニカルアナリストの村石光さんです。村石さん、こんにちは。はい、こんにちは。 本日もよ,ろよろしくお願いいたします。では早速、えー、本日も村木さんの方にマーケット分析の方を、えー、進めてまいりたいというふうに思っております。よろしくお願いいたします。はい、はい。マーケット分析の前に、まず藤富証券投資助言サービスさんの方から、まあ、ちょっとえお知らせがございます。村下さん、お願いいたします。富サービスでは 取引所に上場する株価指数のクリック株365、こちらはですね、日経225とかニューヨークダウンなどの取引になります。それと、FX 取引のクリック365、そして商品先物取引、コモディティに特化した助言サービスの方を行っております。もしご興味いただきましたら、ぜひご検討いただきたいなというふうに思いますので、よろししくお願いいたますよろしくお願いいたします。 それと藤富証券さんの方のこの投資助言サービスさんの方では、LINE の方でもお友達登録すると、様々なサービスがご提供いただけるというこちら、投資助言サービスの専用の LINE 公式アカウントになってまして。 え、ま、コモディティだったり、為替だったりですね、いろいろ最新情報をご覧いただけるのと、定期的にですね、ま、今日も配信させていただいたんですけれども、金とプラチナ為替の動画分析、チャート分析の方も、LINE 限定で配信しております。 もしよろしければ、この QR コードでですね、スマホで読み取っていただいて、お友達登録していただければなというふうに思います先ほども御社の方からね、えー、最新の情報、私の方も登録しておりますので、届いております、うんあ。ありがとうございます、はいはい。皆さんもね、お友達登録していただいて、さまざまなマーケット情報を入手していただければなというふうに思います。 今ご覧になって画面出ております LINE の方から、えー、QR コードこれを見ておっていただければあとは手順に沿って進めていただけると登録が、えー、完了になりますのでよろしくお願いいたしますはいということでいつもの通り村井ちゃんの方と、はいえー、金のマーケットから、えー、いろいろ進めてまいりたいというふうに思ってますのでよろしくお願いいたしますまずは、はい、金のマーケットですね なんか資料をご用意いただいているということですので、まあ、資料をご用意していただいている資料の方を中心に話を進めていきたいというふうに思います。よろしくお願いいたします、はい、お願いいたします、えー、まずはドル建てのゴールドから見ていきたいと思いますけれども、はいおまあ、今、ドル建てゴールドを割と堅調に高値県での推移しているんですけれども、おこちらですね。 CFTC の縦玉明細の大口投機玉の推移になってまして、はい、えこの赤いラインはあのドル建てゴールドの値動きですね。はい、そして棒グラフの方が大口投機玉のこちらあ、買いのネットの動きですね。はい、買い越しですね。はい、買い越しネットですね。はい、の状況になってますけど。 やはり今年に入ってからだいぶ買いが増えてきているという、ねはい、状況にありますので、はい、まあ価格の方もそれに沿って上昇しているというような状況が続いています。データの方ですけれども、こちら、こちら実際のデータで、9月の3日。 3日時点ですかね、これは。まだ9月3日時点のものなんですね3日時点、はい。先週ですね。はい。先週ですね。ねはい。はい、上大口投機局のこのネットの買いがどのぐらいあるのかっていうのが結構重要になってまして、はい。はいで、直近で考えれば28万枚、で、前回29万、1 9万で、若干減ってはきているものの、まあ、 大き多い状態が続いているという,うな形になってますね。で、まあ、この動きによってかあの価格も変動しやすいということが言えるんですけども、はい、こちらがですね、はいえー、8月の20日からの値動きと、実際の大口投機局のネットの枚数をここに書いてあるんですけども、はい、はい。でここ時点、この 8月の20日時点ですと、2万8515枚増えてるんですね、ネットの買いで,、はいはい、ですので、今までここ、上昇していたんですけれども、まあ、その次の週見ると、はい、あこれ、こっち間違ってますね、2万3989枚の増ということで、はい、また買いが増えてるんですね。です,ねですので、はい、価格も上がってきていると。 いう状況で、はい、その後横ばい推移しているんですけれども、ネットの買いは3000枚増えているという状況なので、そこが大動きになっているというところ、うん、そして一旦押し目を今形成して、ちょっと下がっているところありますけれども、9月の3日、これが6887枚、買いのネ,ネットの買いが減っているということですね、買い玉が。 そして今、上がってきているという状況なので、また大口の投機玉は買いを増やしているということが言えるかなというふうに思います。はい、ですので、えー、また、まあ、あの29万枚とかですね、そのぐらい増えているんじゃないかなというふうに考えております。はいはい、なのでこのででこすねあの毎週土曜日 日本時間の土曜の朝ですか、あのはい、発表があるんですよね、この CFPC の縦局明細。はい、なので、こちらを見て、ですね、はい、え今、どういう大口の投機のポジションがどういうふうになっているかっていうところと、あと、今の価格を見比べながら、今後どういうふうにポジションを取っていくんだろうなっていうところを考えながら見ていくと、相場の流れも見やすくなるかなというふうに思います。そうですね まああのー、ニューヨークのマーケットですので、内部要因、えー、ファンドの会員がどういうふうに推移しているのか、会員が膨らんでいるのか、それとも、えー、買い越しの部分が減っていくのかによって、相場のトレンドがある程度決まっていきますので、今の村井さんの方からねご説明いただいた通りの流れになっていますので、非常にこの CFTC の建業明線は非常に重要ですよねねそうでですすこれを踏まえてですね。 えー、ドルダットのチャートの方をですね見ていきたいなと思います、はいはい。よろしくお願いいたします。はいえー、こちらがですねドル建てのゴールドの冷やしのチャートになっております。はいはい、えー。冷凍の方が現在二千五百十九点七ドル近辺で推移しているということで、えー、今週はあ下値を切り上げているということで陽線、はい、継続しているという状況ですね。はい、高値圏での、はい。 持ち合いいいいが続いているという状況にあります、うんはい、私あの、よくあの動画の方で独自のタイムサイクルの分析をお話しさせていただいているんですけれども、はいはい、こちらでドル建てのゴールドで見ますと、直近の高値が8月の20日に、ね、2530.9ドルという高値をつけたんですが、はい、こちらが直近のトップ。 になったと判断をしておりまして、はい、今日で十七日目を形成しているという状況ですねはいはいでこれですね、まあ、トップサイクルもボトムサイクルも同様なんですけれども、まあ、同じぐらいの日柄でトップからトップを形成していくということがよくあります、はい はい。そして、直近のこの日柄が非常に重要にはなってくるというふうに個人的には考えているんですけれども、はい、今回25日で前回のトップから25日経過してトップを形成したんですけれども、まあ、それを考えると、今回もですね、25日程度、またはボトムサイクルの直近のボトムが30 本でボトムを形成したので、まあ、大体25日から30日程度でトップを形成していく可能性が高まっているのではないかなというふうには考えています。ということは、25日だとすると、あと8本ぐらいは必要ですので、まだちょっと日柄的には、はいえー、次のトップつけるまでにはまだちょっと日,が日柄がありますよって感じですねそういういことですね。 まあ25日だとすれば、あと8日、はい、8本程度でトップをつけに行く、はい、また平均トップサイクル30本で、ボトムサイクルが直近が30本なので、はい、まあそれを考えると、あと13日なので、8本から13本程度でトップをつけに行くというような想定をしております。はいはい うんはい、そうすると、ですね一旦ここでボトムをつけて、25日、移動平均線なんですけれども、はい、ここがサポートになって、今、このグレーのラインが東海移動平均線を上抜けてきているという状況にありますから、メタキは、はいえー、この直近のトップ2530.9ドル、ここを上抜けて、上昇波を形成していくという可能性が今、高まってきているのではないかなというふうに思っております。はい、そうですねはい ですので、えーまああの、この日柄を見ると、ですね、うんえー、どのぐらいまで上昇波が続いていくのかというのが、えー、大方、判断がしやすくなってくるというところですね、うん、あとはまあ総合的にいろいろと今、これ、描画していますけれども、オシレーター形指標とか、はい、まあそういうのを見ながら、ですね、はい、状況を判断していくのがいいかなというふうに思っております。うん あと1、2週間はトップと、えー、次のトッ,プトップを作るまで日柄がありますけれども、はい、ここから、まあ、ちょっと新規で買うにはちょっと、まあ、あと日柄が薄いので、ちょっと厳しいですかねまあ今から買っても20日から13日程度あるので、はい、十分取っていけるかなとは思ってますね。はいねはい、今、持ち合いが続いてますので、それほど値幅がないですよね。はいはい なので、そ,でね、それを考えると、これから上昇していく可能性は十分あるかなというところですね確かに下のオシレーター系のチャートを見ますと、まあ、ゴールデンクロスっぽく推してますので、はい、まあやっぱり、えー、買いのおなんかシ,シグナルが出てる感じがしますので、やっぱり強気でしかりけていきたいという場面ですね。はい そうですねオシレーター系指標はいずれもですね、えー、上昇を試す展開を暗示する動きになってますね。マックリーもプラス圏で動いてますし、ストキャスティックスの方も80%水準で指数密集圏形成しているのと、はい、スローストキャスティックスも中断持ち上げ圏から上向きに変化しているということなので、まあ、強い相場の動きにはなってますね。はい、ねえ分かりました はい次の展示をつけるまでは、少し強気のポジション取りということですねそうですね、まあ、想定としてはその8本程度という想定で、まあその前に短くなる場合もありますけれども、だいたいそのぐらいの想定で、トップをつけるときというのは、非常に長い上着とか、そういった反転のサインが出てきますので、そこは注意しておく必要があります。あ まあ上値のちょっと目処が立ちにくいんですけどもとりあえず、ー、は8月明日の高値2530ドルこれが目標になってきますか。 うん、ずバスはここを試しに行く形ですけども、トップをつけるということで考えれば、ここを上抜けてくるという展開が想定されますね。はい、ここ最近で考えると、下値を切り上げていて、上値も切り上げている状況なので、はいはい、トップからトップというのはすべて高値を更新してるんですね。それを考えると、今回も高値を更新してトップをつけに行く可能性が。 高ままっていいいいるのではないかなかとううふうに思います2600ドル近くまで行く可能性はあり,、はい、ありそうですかそうですね、そのあたりまで行く可能性は十分ありますし、はい、今のこの持ち合い水準の倍返しというところで考えると、はい、まあこのあたりなので、そうすると、まあ、ここが2590ドルぐらいですから、はい、2600ドル届くか届かないかぐらいの。 水準がターゲットになりやすいかな、はい、というところですね。ああ、ええー、えなるほど。はい、はいあ。よくわかりました。はい、ありがとうございます。えっと、えー、っと、では次に、ドルだて入金のしわしを。あ、はい。 簡単に週足をちょっと見てみたいと思います。あ,はいはい、ありがとうございます。はい、こちらドル建てゴールドの週足ですけれども、はい、まあ、今のところ、このグレーのライン、10周、医平均線サポートにー、 はい、綺麗に上昇している、すべての移動平均線上向きですし、はいうん、ボリンチャーバンドも一旦たん修練しましたけれども、またあバンドウォークというような動きになってきていると。そうですね。はい強い相場ですよね。はい、強いいですねまはい、まあただ、あの 200, に200周移動平均線。 はい、がこの青いラインなんですけれども、ここからの乖りが結構今、広がっているというところ、前回、これ2020年の8月につけた高値というのが、200市移動平均線からだいぶ乖りしているんですけど、この値幅で考えると、はい、ちょうど同じぐらいの値幅であれば、まあ、このあたりというところですかね。この辺り まあこのあたりがターゲットになってくるということで見ると、前回の広大きく広がった部分と同じあの入りであれば2610ドル近辺というのが上のターゲットになりやすいかなというところですね。あはい、そのあたりは加熱感がだいぶ出てくると いいううこことととが言えるかなというところですですので、そのあたりで、えー、反転のプライスアクションの反転サイン、長い上行きだったり、大、え、陰、ー、線だったり、<laughs> そういうのが出てくると、もう一旦そこがトップになりやすいかなというところですかね。でも今のところ、まだそういった兆候はなさそうな感じもします、ね、ないですね、<ー>やっぱり最終局面というのは、大相場になりやすい。まあ大きな 上昇になりやすいですので、はい、大陽線を形成したり、はい、長い上着を形成しても落としていくっていうようなことがよく最後の場面ではありますので、はい、まあそういう動きではまだないですよね。まあ短期的にもあれですね、これまでのトップつけたところもだいたい上品をつけてますので、まだ上品がない分だけ、まだ上昇が続きそうな感じもしますよね。はい、そううですねもう本当によく見ると全て と言っていいぐらいに上髭ができてます。ここは大イ線ですけれども、はい、まあ、はい、あの組み合わせのロウソク足であれば長い上髭ですから、まあ同じような形ですよね。そうですね。オシレタケはいかがですか？ シレタ系もですね、もう完全に冷やしと同じ、はい、同様ですね、はいえー、MacD はプラス圏で推移してますし、はい、ストキャスティックスの方も、ファーストストキャスティックス80%近辺で指数1週間継続、はい、なので、今の上昇トレンドに変化がないということと、はい えー、スローストキャスティックスもこの80%近辺で横ばいに変化してますので、はいえー、こちらも上値を試す展開ということで、すべてにおいて今、移動平均数も上向きですし、はい、まあトレンド、フォロー系、そしてオシレーター系指標、すべてにおいて上向きになってますね、今のところ。はいそうです、ねはい、ただ結構高い数字にあるので、ここから、まあえー、ちょっとまあ行き過ぎかなっていう感じもちょっとはありますね。はい そうですね。ただ、その最後の局面になっていないと。なっていないということですね。そうですね。はい、そこがあ反転のポイントにはなってくるかなというふうに思います。まだそういった兆候が出てないっていうことですね。そうですね。はい。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、では、円建ての JPX、えー、国内金の方も、えー、ご説明して してていいいただいて、はい、よろしいですかはい。はい、こちらがですね、JPX の金の冷やしのチャートになっております。ははい、はい現在、レートの方が1万1468円、時間の方は今、13時33分時点ですね。あ、はい、ということで、はい、若干ですね、今、為替がだいぶ。 141円の前半まで下がってきているので、円高になっているので、なので、ドル建てゴールドは堅調なんですけども、はい、為替の影響で、その日本の金が、上値が重くなっているという状況ですね。 一門均衡表の雲と東海平均線が抵抗になっていて、日まあ要請形成したんですけれども、昨日の安値も下抜けてきているという状況なので、為替次第にはなってきますよね。そうですね。為替、結構大きな今、重要なポイントになってますね。そうなんですよね。い旦戻したんですけどまた今日 売りが出てきてると、うん、まあ今日は夜、アメリカの消費者物価指数、CPI の発表もありますので、はい、まあその内容によって、だいぶ動きも変わってくる可能性はあるんですけれども、まあ、それを織り込むような動きで、今、うん、円高がちょっと進んでいるとそうそうですね。141円を一旦割れましたね、先ほど。あそうですね。はいはい、ニュースでも流れてましたね。 ですので、この影響で j p e クスの金融は上値が多いというところで、ただ140円というところ、どうでしょうね、えー、ここからさらに下がっていくのかという、まあ、流れは今のところ、円安ではなくて、円高に変わってきているので、うん、ちょっとな、うんえー、その影響がかなり大きいというとことですね。日柄の方はいかがですか、サイクル分析の方は。はい はい、はい。タイムサイクルの方で見るとですね。はい、えー、直近のトップがここなんですけれども、はい。まあここの平均トップサイクル、国際金で考えると49本程度なんですね。<あ>えー、ただ、あの、非常に短くなっていると。まあ、前回も非常に短くてトップをつけたという、<お>まあ、ハーフサイクルになって、えー、ああ、そうですね。はい。通常の半分のサイクル。 で細かく動いているという状況が今、続いていて、はい、まあここで一旦トップをつけて、今、下落傾向ということなんですけど、まあ、前回のボトム、はい、長い下着を形成した8月の6日、こちらが直近のボトムなんですけれども、はい、トップサイクルがハーフトップを形成したので、今度、ハーフボトムということって考えると、まあ、直近の安値が9月9日の1万1421円。 <え>はい、ここがあボトムになる可能性が今、出てきているんですけれども、あ<ー>まあ前回のボトムからカウントすると24本目なんですね。はい、で、トップサイクルの方が前回23本なので、まあ、ハーフサイクルで考えれば、ちょうどこのボトムをつける時間帯にな,<ー>なってきてはいるんですけど今、為替がちょっと140円に入ってきているので、まあ、ここを下抜けるのかどうかというところに。 差し掛かって,きているというとうころですねうあまあそうすると若干伸びていくというところなんですけど、まあ、ただ、ボトムをつける時間帯にもすでに絡んでいるので、ここからさらにどんどん下がっていくというようなイメージではないのかなというふうに、個人的には考えてま,す、はい、まあ、ちょっと難しいですね。ハーフボトムであれば、この24本目でボトムをつける可能性もありますけども、通常サイクルであれば、はい まあ平均ボトムサイクルが46本って記載してございますので、はい、まだちょっと日柄的には先送りされるのかなっていう可能性も、まあ、そうですね、ただ、この辺あのハーフボトムとハーフトップを形成してきてるんですけど、えー、通常のトップサイクルで考えると、今日で40本目なんですよね。それを考えると まだ平均が49本なので、ここから上昇してくると、本来のトップサイルになってくる、なってくるので、なので、ちょっと今回はですね非常に難しい相場で、通常の動きではなくなってきてるので、私もちょっと悩ましいところがあるんですけど、ただ、それでもハーフボトムを完成させれば、次は上昇に転じていくと。 いう流れになりますので、そういうのは想定してはいます。すね、はい。今のあの新しく引いていただいた線からすると、ちょうど今、えー、ボトムをつけた感じがちょっとありますよね。 ストーンをですね<ー>、えー、オシレーター系指標の方を見てもマック、えー、マックではマイナス圏ですけれども、はいえー、ファストストキャスティックスの方この真ん中のものですね、はいええ、このパーセント系が今20、20%割り込んできているので、ちょっと過熱感は出てきているかなというと。はい ですかねあとスローストキャスティックスも20%割れているので、はい、まあこのスローストキャスティックスは割と反応しやすいんですね、早い反応をするので、あ<は>まあちょっとここは、ちょっと過熱感は出てきているかなというところはあります、ねはい、ああちょっと自律的に反発しそうな感じですよね、お知りたけ見ますとそうなんですよね。でですので、うん はいまあ、ただ、まあ、ドル建てのゴールドが堅調なので、はい、ドル建ては上値を試すということで、下値を切り上げて、上値を切り上げているという状況の中で、為替が141円また乗せてきてますけど、これがどこで止まるかになってきますよね。はい、そうです、ね、そうですすねね為替重要次に JPX の冷やし、はいあから今度、週足も5位。あはい、週足ですね。い大丈夫ですか、はい、あ、はい、こちらは週足のチャートになっておりまして、週、はいえー、足の方はですね、今のところ、はいえー はい、ちょっとトップ7月の19日に1万2679円という高値をつけたと、はいはい、今、下降波に入ってきているんですけれども、はい、ボトムの方はえ8月の9日のお安値1万とび804円、はい、長い下日を形成したのところ、はい、まあここが一旦ボトムではないかなというふうに個人的には考えています。ということは、そこでしたので、これから、まあ今、 えー、上昇トレンドの波動に入りつつあるっていう感じですけども、はい、ちょっとおしれたけ見ると、まだ微妙なんですね。難しいれた、ね、ーー系で見ると、そうですね、微妙なところですよね。まあ、ただ、MacD の方がプラス圏でずっと続いているということは、ずっと左見てもですね、はい、ずっと MacD はプラス圏なんですね。あ<ー>で、マイナスに入っているというのが。 はい、このあたりですね、はい、なので、ここから上昇トレンドが始まっているという見方になりますね。はいはい、これが2021年の4月あたり、5月ですかね、うん、ゴールデンウィークあたりですね、はい、ちょうど。で、ここから上昇トレンド、対戦のトレンドができていると。うん、で、その真っ黒を見るとプル、ずっとプラス圏での動きなんですよね。はい はい、これ何を示しているかと言いますと、はい、この体制の上昇トレンドには今、変化がないということで、MACD のこの下向きになったところというのは、調整局面なので、いいいい押し目を買い拾うポイントになってきます。はい、ですので、<ー>はい、今もここを下向きに推移してますので、はい、今の状況というのは、押し目を買い拾うポイントを探しているというところなのではないかなというふうに思います。 そういうことなんですね。あはい、もう体制アップトレンドに入って3年以上経過していて、下げるの場面というのはあくまで調整だということで、基本的な右,右肩上がりのトレンドは変わってないということですね。はい、そうですね。なので、今、ずっと、まあ、今調整で下げてますけど、も、まあ、しばらくしたらまたボトムが入って上向き波動に、はいえー、回帰していくだろうというふうな予測が成り立つということですね。 そうですねあと、マック D のこの下の,このファストストキャスティックス、こちらもですねこの青いの,青いのがパーセント %D なんですけれども、はい、こちらも20%割り込まないで、中段持ち合い権から上に,上に切り返して80、80%超えてまた下がってという、そういう波を続けてるんですけれども、これも上昇トレンドを継続しているという見方で、今、下向きですから、はい、押し目を、はい、お今、形成しているというような。 えー、状況ですねあかりましたこれがこの %D のほうが完全に、この青いラインが20%ト割り込むということになると、この体制の上昇トレンドが終了したという際になりますので、そのあたり、そういうことがなければ、今のトレンドは変わらないという見方でいいのかなというふうに思い分かりました。 あとサイクル分析の方でもでも、ねはい、この一番直近ですと45本目でもし、そこの長い下ひげで底入れが入ったとすると、まだえ底入れしたばっかりなので、これからはおしめ買いの戦略になるということ、はい、解釈してでもよろしいですかね、はいそ。そうですね、そういうことにはなりますね。はいはい 45本というところで考えると、はい、前回のトップサイクルのトップから今、今日今週で40本なんですよね。はい。ああ、いい、いい、はい。ああ41本ですね。41本なので、はい、まあ45本で考えれば、あと4週は上昇する可能性があるということですね。綺麗なサイクルであれば、この4月の,この高値を超えていく可能性も否定できないですね。ああ、ありました。 あと1か月ぐらいは、えー、上昇トレンドが継続されて、この7月の高値、1万2679円、これを超える可能性があるという見方ですねそうですね、今の状況で考えると、ここから切り返すのであれば、えー、高値圏どのボックス相場を形成するのか、この高値を超えて、えー、上値を切り上げていく展開。 まあ上昇トレンドを継続するのか、この上昇トレンドが一旦え終了して横ばい推移になっていくのか、どちらかというような動きにはなるのかなというところですね。わ、はい、かりました。ありがとうございます。はい、はいまあ、ちょっと微妙なところはありますけれども、引き続きおしまい買いのトレンドに変化はないという形ですかね、ちょっとざっくりした言い方で大変恐縮なんですけちら今 4時間足なんですけど、今、下落、まあ、為替が下がって、円高など下がってるんですけれども、まあ、ここの貯金の安いのを下抜けないかどうかというところがポイントで、まあ、ここを下抜けないで、またこの、うん 25分移動平均線を上抜けていくという形になってくれば、はい、えまたこの1八1867円というこの直近の高値ありますけど、はい、まあこのあたりを試しに、こういったあ波ができていく、いきやすいということは言えますので、はい、まあ為替次第という、本当為替次第なんですけれども、そ,ね、まあそれが今週、まあどうの夜は特に注目材料、<あ> CPI がありますので、まあ、そのあたりでどうなるかですね。わ、はいうん、かりました はい、金はなかなかね、あのーまあ、史上最高値、ね、更新更新でなかなか買い場が見つからない、買いたいけども金ね、買えないっていう人がたくさんいらっしゃると思うんですけれども、はい、こういつこう買うタイミングなんだっていうところに結構大きな関心があると思うので、はい、今日の村井さんのご説明ですとね、まあ、私が聞いた範囲では、まあ、絶好の買い場かな。 って感じがちょっとしますので、そうですね。はい、大変参考参考になるかなと思いますね。やはり相場ですとどうしても悲観するときというのは買い場になりやすいです、ね。はいです。そうですよね。はい、やっぱ調整局面局面とか悲観するのムードが出てるときは買い場ですよね、はいはい。そうですね。まあどんどん下がっていくんじゃないかっていうイメージができてくると、うん、そこがボトムになりやすいことがよくありますね。そうですよね。終かりました。はい。 え今回、村井さんの方とコラボをさせていただきましたけれども、藤富証券投資上限サービスでは、会員サイトにおいてより詳しい投資戦略についてえ知ることができます。ぜひ、この機会に皆様、藤富証券投資上限サービスのアクセス、よろしくお願いしたいというふうに思います。会員サイトの登録の方もお願いできると幸いです。ということで、村井さん、本日はどうもありがとうございました、はい、ありがとうございました。 第2部は今度プラチナですよね。まあ、そうですね。はい。はい、よろしくお願いいたします。じゃあ、引き続きまたよろしくお願いいたします。はい、では、皆さん、ありがとうございました。また引き続きプラチナの方もご視聴いただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。では、これにて失礼い,いたします。はい、はい。ありがとうございました。失礼いたします。いしました。